続きまして、相馬直樹監督からサポーターの皆様にご挨拶を申し上げます。それでは相馬監督よろしくお願いします。こんにちは。本当に今年1年間、苦しい思いをさせてしまい申し訳ありませんが、ありがとうございます。そういう中でも本当に驚きもそうです。アウェイの地でもそうです。本当に支えていただきました。我々がプロサッカークラブ、そのチームをトップチームを預かる身として皆さんに感動、勇気、本当本来ならそうしたものを与えるべきであるんですけれども、正直今年はいただきっぱなしでした。本当に感謝して感謝して感謝しきれないことです。やはりこの皆さんと共にした悔しさ、苦しさを来シーズンには返さなければいけないと思っております。スタッフ、スタッフ、選手、そしてクラブ、みんなとですね、同じことが起きるよう社長の言葉ではありませんが、そう社長が約束されましたので、私もさせていただきたいと思います。頑張ります。ただその前にまだ最終戦、まだ順位を上げられない状況におります。そして天皇杯、タイトルと言ってスタートした今年残されたのはこれだけです。短期決戦がありますけれども、17日、24日とここ轟で戦うことができます。ぜひ皆さんと一緒にそこに向かって今年最後の挑戦ができますよう、またよろしくお願いします。ありがとうございました。